はい、皆さんこんばんは。パワープロ2023阪神タイガースペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく、よろしくですと。先発はこれ西くん行かせたいところであるけど、まあ佐伯かな。西くん絶好調やん。でこれはどうしようか。おー、木浪が調子いいので、そうやな、大バッターに帰って今回は木浪を使っていきたいと思う。で鍋量も調子いいんか。まあ中んまあまあまあ、その他はこのままでいいでしょう。はい、まあ、相変わらずね、ノイジーサード、テル外野、レフト固定でいきたいと思います。もう現実の方ではね、テルがあまりにも打たなさすぎて、ついに鍋量がな入ってきたっていう。で、早速ホームランを打つっていうね、感じになってくる。まあ、テルも復調するでしょうとね。もう夏とかになったらな、帳尻を合わせるかのように、課金課金打ちまくるんちゃうかって思ってますけどね。まあ、春先な、打ちまくって、夏場失速するん、どっちがええんやろうな。春は全然打たへんけど、夏場急に上げてくるみたいな。どっちがいいんやろ。やっぱ勝負どころはな、夏頃やから夏の方がええんかな。夏頃に調子上げてもらう方が。これは抜けん。完全にサード真正面。さあ、ノイジー。現実世界では2試合連続ホームランと、ウホウホ長打マンになってますね。うまし。あ、ただこれは秋山やけどいけるかな。ナイス。近本の足なので余裕で生還できると。このカーブは狙い目。佐伯がね、ちょっとスロースター持ってるのが怖いんやけど、もう終わってるわ。うわ、終わってるわ。言うたらホームラン打たれた。何この試合、何この試合、花火大会や。ズムスタ花火大会開催中でございます。これは抜けルー、抜けて抜けて、これはいける。無理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 、戻れ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 、危ねえ。さあ、コルニエルが出てきましたね。ここまで9周年で防御率は3と、まあ、まずまず、うわー、ゲッツーはないのか、この局面。はい、一発寝ろてええんちゃうか。狙えん、そりゃ狙えんな、そりゃ狙えん。真正面だった。くー。さあ2点差、ここでちょっと突き放しておきたいな。サークルチェンジ、今のタイミングを合わせとけばって感じやな。うい、これは落ちてほしい。落ちた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 、セーフ。うし、気合で持っていたな、なんとか。あい、いや、ギリギリ落ちてくれました。ノイジーはもうミート打ちでいいな。どこをお前はそれ振っとんねん。ないわ。あのコースをほんまブン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 振り回すなて。来た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 。梅ちゃん2割飛んで4人。いや、これはもう代打でいいと思うで。森下行くか。糸ちゃん調子があれなんで森下行きましょう。うえ。カーキーンと行きたいところではあったんやけど、うわ、これは無理。さあ、小畑頼むぞ。ミートちっせ。
ミーと F やしな、顔色もあれなんで、さらに小さくなっとんな、これえぐい。あ、でもこれはまあでも戻れへんな。ピッチャーを変えてきましたね。防御率は 10.6。 大勢、大勢変えるだろう当然。ここはまあ糸ちゃんだろう。ちょっとね、原口より糸ちゃんの方が個人的に打ちやすいので、あえて左 P ではありますが、糸原でいきたいと思います。おい、これは、あー、これならグッチでよかったかもなって思うけど、まあしゃあないわ。オッケー、魔境ズムスターでなんとか勝利を収めることができました。いや、バンドよりはまだマシだろ、ズムスターな。もうバンテリンドーマ、ほんまね、しょうもない使用試合になりがちなんですけど、ズムスターはこういう打ち合いに持っていけるのはでかいと。いや、木並みね、もうリアル同様絶好調やん。いや、正直木並みもな、このまま8番打たせてた方がええと思うな。こんだけ調子がええんやからな、打順いじる必要ないぞマジで。さあ、今回は中継ぎもめちゃめちゃ良かったという感じですね。いや、大勢を強奪したのでかいな。まあでもね、大勢は阪神ファンなので強奪して当然でしょ。さあ、今回は地元西君行こうか。で、近本とノイジーが調子うんことはいえ変えることはできない。とりあえず尾形のところに木並みは継続していきたいな。で、ノイジーのところに、まあ、鍋量を入れてもいいんちゃうかと。リアル同様、3番スタート鍋量でいきたいと思います。はい、出番設定は誰にしようかな。ちょ、鍋量行きたいところではあるんやけど、任せたい気持ちもある。どうしようかな、ミエセスは任せるか、大山も任せる、テルかな。今回はテルの打席に注目していきたい。相手大瀬良、いや、ゲームのテルは2割8分と割と打ってるな。ホームランも出てるし、打点も稼いでる。ただもっと打ってほしいな。パワーフォルムのテルも見たいんやけど、今はちょっと率を稼ぎたい気持ちもある。まあ、ホームラン狙いつつヒット、いやー、そんな贅沢言えへんか。どっちかやな、ホームラン狙うか。あまりにもちょっとホームラン出てないんで。大山がな、13本打って、ミエセス10本に挟まれてるんで、3本がすごいしょぼく見えるんよ。時期が時期とはいえな、まだ。ここらで一丁な、ケーキ漬けにボコー、バチコーンぶち込みたい。真ん中に失投してくれたら助かったのにな、大瀬良それ。こちら的に。なあ、143の割に伸びがあるね。めっちゃ速く感じたわ、今。見れてる。逆方向にテルのパワーなら持っていけるんかい。あんま伸びたね、意外と。風向きどうだったんやろ。さあ、おなじみ、おい、リアルではまだ見れてないけど、逆方向に完璧。意外とほんま伸びましたね。うわー、さあ、西君はなんとか踏ん張ってる。ノーアウト一塁。はい、はい、これはこれは菊池取れん。全盛期の菊池なら取れてたでしょうね。さすがに守備の衰えはあるわ。
打率もついに3割を超えてきた。まだ大瀬良投げよるな。ここはもう一発、もう一発有言実行きた。超甘い、大好きなコースに超甘いとこに来ました。あそこはもう俺がね打率10割のとこなんでね、絶対打ちますせと。気持ちよすぎだろ。完璧、ジャストミー、マシンで捉えた打球はってやつよ。さあ猛打賞2ホームラン、テル相手は左、しかし左ピッチャーも打てますせと。あ、これは無理やな、全ストのインハイは打てへんでしょうね。本日3本目大暴れ。いやー、テルを操作してこんなにホームランが打てた日はあったでしょうか。なかったと思います。1試合3本、4安打、やばすぎ打ち、急に覚醒した。ニエセスも快勝、12安打6得点、なかなか効率のいい点の取り方。いや、これで広島相手に1勝7敗、いや7勝1敗か。めちゃくちゃ相性いいっすね。さあ本日3ホーマー、なんか今回打撃の調子がいいなと思ってテルを操作したらこれですよ。やっぱ調子がいい時って嘘をつかんな。自分のプレイヤースキル信じるべきですね、プレイスキル。はいはいはい、西くんさすが二刀流。いや鍋量ダメか。そして梅ちゃんはついに2割切ってしまうと、まあ、現実は1割切りそうやけどな、こっちは2割切りそう。ものすごいレベルの低い争いやで、これ現実とゲームで1割切るか2割切るかみたいな。はい、ただ現実でもゲームでも8番木浪が機能してるだけに、なかなか底のない8番木浪とかを動かしづらいというのが問題なんかどうか知らんけどな。さあ大竹はじめ、うわこれお前大勢生かすなよマジで。調子重視にしてるからな俺、起用設定。ただ大勢生かせそう。さあ小畑、このノイジーの調子はうんこなんですけど、まあこれはまた小畑のところに気並みでいいと思いますね。こう坂本ってなんぼよ、2割5分。まあ梅野でいいか。まあこれでいいっすね。外野やばいよな。レフトミエセスがね、あんまりにも足遅いんで、全然普通のフライがヒットになるっていう。大竹泣かせにならんことを願うのみ。もう一人な、近本並みの守備力を持ってる選手欲しいのよな。エゴシなのよ、それが。それがエゴシなのよ、足も備えてて。ただエゴシはもうおらん。ガチでな、外野の守備固めがな、ガチでマジで欲しい。打線は調子がいい。あとは俺が抑えるのみ。さあ勝負は秋山。これは助かるラスカル。いやマクブルームとかの方が怖いよな。次デビッドソン、うわ
デビッドソンやリアルでも阪神戦でね打ってます。しかもここから好調3人絶好調、きっつこの並び中軸がやばいな。これは取れない、これはセカンドに投げよう。今の小畑だったらどうだったかなっていう感じかな。ちょっとねやっぱアジリティがちょっと気なみと、いや無理やな小畑でも、これは高すぎ。さあ打線は点は取ってくれる。さあここから大竹がのらりくらりと抑えないか。ノーマ、ノマはねこの並びがな怖い。ノマ、西川、秋山とかいうこの並びいやらしすぎるだろう。甘いな。3球三振、キワキワのとこに来ましたね今。完璧なチェンジアップ。はい、現実なボール、もう完全になんかおかしなな補給の仕方なんですけど。ワンナウド三塁一塁、これはねちょ変えてもいいかもしれんなと。ただ大勢、こういう時に大勢は何をしとんだって話よ。生かすピッチャー右行きたいよな。ビーズリーかな、ちょビーズリー酷使していくわ。体力はちょっとね半分ぐらい削られてるんですけど、行くしかないですね。真ん中、うわこれはお前大先輩だろこいつ。ど真ん中見逃して、あのスライダー完全なボール球だったけどな。でここで変えます、島本で行きます。はい、ビーズリーやっぱちょ怖いわ。黄色マークやからリリースがねちょっと分かりづらい。さだまさし、よし、まあこれで打たれたらもう仕方ないですね。はいはいはい、さあこれは木南、木南、木南、オッケー、いいよ。ちょビーズリーのさっきのど真ん中はほんまにヒヤヒヤもんやったけどな。外人見逃してくれて助かったわ。さあピンチ、中村パンチ力がある打者が出てきた。うい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 、ノーマー、うん、全スト一球放り込んどってもいいかも。いや全ストがそのど真ん中に行ったらダメだろ。全ストがど真ん中に行ってしまった。大勢投げとるって抑えたけど、オッケー、ナイス、安定感抜群やな湯浅。ちょお前大勢生かすなよ。勝ちパターンで大勢湯浅にしとるからな、多分生かせたんやろうけど、調子重視にしとるからそっち優先してくれ。いや大竹の価値が消えなくてよかったです。いやほんまターニングポイントは間違いなくあのど真ん中を見逃したとこだろうな。あそこで打たれてたらもう負けてた、勝ち越しホームランだったんで逆転の。しかも相手森下か、森下相手にこの勝ちはでかすぎ。今年は広島をカモにしてますね、見事なまでに。ほんでテルはお前サンタコの2三振かい、四死球1とはなっとるけど、ミエセスは好調維持、まあ、ノリノリですからね。ノリノリがな野手2人おるからな、その間に勝ち星を稼いでおきたいんですよね。大山売ってるしやっぱりノリノリ効果出る。あーこんなん言ったら大山ノリノリちゃうなった、マジか。ノリノリじゃのうなってしもたね。まあいいわ、はい、じゃあ次回ねヤクルト戦から続きやってみたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。